サッカーサンマリノ代表、サッカーサンマリノ代表、ナチヨナレ DI カルチョ DI サンマリノは、サンマリノサッカー連盟によって編成される、サンマリノのサッカーのナショナルチーム。1990年に行われた UEFA エウロ92予選のスイス戦が、サンマリノ代表にとって初の公式戦となった。UEFA 欧州選手権には1992年大会の、 予選から FIFA ワールドカップには1994年大会の予選からすべての大会に出場している。2004年4月28日に行われたリヒテンシュタインとの親善試合が今日に至るまでサンマリの代表唯一の勝利である。サンマリのサッカー連盟は1931年に創設されたがサンマリの代表は1986年まで組織されなかった。 1986年、サンマリの代表は U-23 カナダ代表と初試合、非公式試合を行い、0から1で敗れた。1988年、国際サッカー連盟と欧州サッカー連盟に加盟した。加盟以前は国際サッカー界において、サンマリの人選手はイタリア人選手とみなされていた。 サンマリの代表が出場した初の国際大会となった UEFA エウロ92予選ではスコットランド、スイス、ルーマニア、ブルガリアと同組となった。1990年11月14日に行われた初戦のスイス戦が FIFA に認可された初の公式戦となった。特にアウェー戦では苦しみ、全試合で少なくとも4失点を喫して敗れた。予選中に サンマリの代表が挙げた得点は、ルーマニア戦の1点だけであり、この得点も PK によって得たものであった。8戦、全敗、1得点33失点で予選を終えた。1994FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、イングランド、オランダ、ノルウェー、ポーランド、トルコと同組となった。予選の初戦はアウェーでのノルウェー戦であり、0から10で大敗を喫した。 しかし、ホームでのノルウェー戦は、一方的な試合にはならず、0から2の敗北に抑えた。トルコには1の4で敗れたが、FIFA ワールドカップ予選での初得点を記録した。また、1993年3月10日に行われたトルコ戦には0の0で引き分け、公式大会において初の勝ち点を獲得した。予選最終戦はイングランド戦であったが、 試合開始8.3秒で、ダビデ・グアルティエリが得点し、UEFA 欧州選手権予選での最速得点記録を更新した。その後7失点し、1から7で敗れて予選を終えた。10試合で1分9敗、46失点であった。UEFA e u r 9 6予選では、ロシア、スコットランド、ギリシャ、フィンランド、フェロー諸島と同組となった。アウェーで行われた。 フィンランド戦には1の4で敗れたが、UEFA 欧州選手権予選において、初めてアウェーで得点した。ホームでのフェロー初頭戦でも得点したが、アウェーでのフェロー初頭戦には0から3で敗れた。トフティルで行われたこの試合で、フェロー初頭は公式戦初勝利を挙げた。サンマリの代表は10戦、全敗、2得点36失点で予選を終えた。 普段から好結果が期待されない、サンマリネーゼスタンダードサンマリノにおいても、1998フィ f ファワールドカップ、ヨーロッパ予選は、期待外れの予選となった。オランダ、ベルギー、トルコ、ウェールズと同組となったが、すべての試合で3点差以上の敗北を喫し、1得点も上げられなかった。8戦全敗、無得点42失点で予選を終えた。 u e f a エウロ2000予選では、スペイン、イスラエル、オーストリア、キプロスと同組となった。1998年11月18日に、行われたキプロス戦は0の1で、接戦となったが、8戦、全敗、1得点44失点に終わった。2002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では、クロアチア、ベルギー、スコットランド、ラトビアと同組となった。 アウェーでのベルギー戦には1の10で敗れたが、2001年4月25日に、リガで行われた、ラトビア戦には1の1で引き分け、アウェーにおいて、初の勝ち点を獲得した。国際大会の予選において、過去最高の計3得点を挙げ、8戦で1分7敗、3得点、3失点で予選を終えた。u e f a 2004予選では、スウェーデン、ラトビア、 ポーランド、ハンガリーと同組となった。ホームでのラトビア戦は90分を終えて0から0と検討したが、ロスタイムに失点して0から1で敗れた。8戦全敗、無得点30失点で予選を終えた。2004年4月28日、65回目の公式戦にして初の勝利を挙げた。リヒテンシュタインとの親善試合では5分に、 アンディ・セルバが決勝点を挙げ、その後も点を許さずに完封。リヒテンシュタインのマーチン・アンデルマット監督はこの試合が指揮官としてのデビューであった。2006フィ f ファワールドカップヨーロッパ予選ではセルビア・モンテネグロ、スペイン、ボスニア・ヘルセゴビナ、ベルギー、リトアニアと同組となった。u e f a エウロ2004予選同様にワンサイドゲームで敗れることが多かったが、 ホームでのリトアニア戦とベルギー戦では失点を1点に抑えた。10戦、全敗、2得点40失点で予選を終えた。UEFAA e ロ2008予選では、チェコ、ドイツ、アイルランド共和国、スロバキア、ウェールズと同組となった。2006年9月6日にホームで行われた、ドイツ戦には0の13で敗れ、最大得点差敗北記録を更新した。 ホームでのアイルランド共和国戦、ウェールズ戦では、それぞれ1点しか許さなかったが、12戦、全敗、2得点57失点で予選を終えた。2010FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選では、スロバキア、スロベニア、チェコ、北、アイルランド、ポーランドと同組となった。ポーランド戦には0の10で敗れ、この試合でポーランドは、最大得点差勝利記録を更新した。 スロバキア戦では、同予選唯一の得点を挙げた。10戦、全敗、1得点47失点で予選を終えた。u e f a エウロ2012予選では、オランダ、スウェーデン、ハンガリー、フィンランド、モルドバと同組となった。ホームでのフィンランド戦は0-1と検討したが、オランダ戦は0-11で、大敗となった。この試合で3割のはホームでの、 最大得点差敗北記録を更新し、オランダ代表は最大得点差勝利記録を更新した。10戦全敗0得点53失点で予選を終えた。2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選ではイングランド、ウクライナ、モンテネグロ、ポーランド、モルドバと同組となったが、10戦全敗で勝ち点0、1得点54失点に終わった。 ホームでのポーランド戦では、キャプテンのアレッサンドロ・デ・ラバーレが代表初得点を挙げたが、デ・ラバーレは、ポーランド戦の半年前のイングランドで、オーンゴールを記録している。アウェーでのウクライナ戦には0-9で大敗し、ホームでのイングランド戦とウクライナ戦にも0-8の大差で敗れた。この予選での最低観客数は736人、モルドバ戦。 最高観客数は4980人、イングランド戦であり、ホームゲーム5試合で平均2554人を集めた。u e f a ウロ二千十2016予選では、イングランド、スイス、スロベニア、エストニア、リトアニアと同組となった。10戦1分け9敗、勝ち点1、1得点36失点に終わった。唯一の勝ち点は2014年11月15日。 ホームでのエストニア戦でのゼロのゼロの引き分けによるものだった。唯一の得点は2015年9月8日、アウェーでのリトアニア戦で M ビタリオールが記録した。サンマリの代表はセラバッテにある多目的スタジアムであるスタディオオリンピコをホームスタジアムとしている。オリンピコは普段はサンマリのカルチョが使用しており7000人を収容する。満員になることは少なく。 アウェイサポーターがサンマリのサポーターの数を上回ることもある。例えば2007年2月にオリンピコでアイルランド共和国と対戦した際には3294人の総観客数のうち2500人がアイルランド共和国サポーターであった。またサンマリの代表は国境外でホームゲームを行ったことがある。1994FIFA ワールドカップ。 ヨーロッパ予選のイングランド戦とオランダ戦は、サンマリノから約 120km の距離にある、ボローニャ、イタリアのスタディオレナート・ダラーラで行われた。欧州サッカー連盟加盟国、地域の中で最小の人口を持つ。アマチュアの選手が圧倒的に多く、プロ選手はアンディ・セルバやアルド・シモンチーニなど少数に限られる。FIFA、ランキングでは、大抵の場合において UEFA 加盟国。 地域中最下位である。1992年に FIFA フフランキングが創設されて、以来の平均順位は159位である。2001年4月25日には、アウェーで行われた 20002FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選のラトビア戦に1の1で引き分けたが、この試合後に、ラトビアのゲイリー・ジョンソン監督は、辞任を発表した。2004年4月28日、 リヒテンシュタインとの親善試合に1の0で勝利した。現在に至るまで、これが3割の代表唯一の勝利である。2006年9月6日、ホームで行われた UEFA エウロ二2008予選のドイツ戦は0の13で大敗し、13点差での敗北は UEFA 欧州選手権予選新記録となった。2007年2月にはアイルランド共和国と対戦し、 最終プレーの失点により力値で敗れたが、試合後にアイルランド共和国代表は痛烈な批判にさらされた。2008年10月から2012年8月には20戦、連続無得点のヨーロッパ記録を樹立した。FIFA ランキングは過去48ヶ月間の国際 A マッチを対象とする。1993年、1999年、 2006年7月に算出方法が改定されている。各年12月のランキングとポイントを掲載している。2006年1月、サンマリノサッカー連盟は UEFA ジュビリーアウォーズ、過去50年間の同国最優秀選手にマッシモ・ボニーニを選出した。ボニーニはサンマリノ人選手として UEFA チャンピオンズリーグ決勝に出場した唯一の選手である。 彼は1980年代初頭に U-21 イタリア代表の試合に出場し、1981年から1988年までユベントス FC でプレーしたが、規則変更によってイタリア A 代表でプレーすることができず、選手生活晩年の1990年から1995年までサンマ割の代表として19試合に出した。現役引退後は、 ジョルジョレオーニ監督の後任として、サンマリノ代表の監督に就任し、1998年にジャンパオロ・マッツァ監督に引き継いだ。マッツァ監督は10年以上もサンマリノ代表を指揮しており、ヨーロッパ各国の代表監督中最長の在任期間を誇る。サンマリノ代表の最多出場記録は、ダミアーノ・バンヌッチ、68試合が保持し、2位はシモーネ・バッチョッキ、 58試合である。最多得点記録はアンリセルは8得点が保持している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。